テレビの影響力は確かにあるが、それが全てではない。テレビには厳しいコンプライアンスがあり、現代は日に日にその厳しさを増している。商品をテレビに載せて流すにも、その厳しいコンプライアンスを通過させるためにエッジも失い、利益率も下がる。極端に言えばマチキンの方が利益率は高いが、 CM を流しているローン会社の方が信用度は高い。だからみなそっちを使う。実際はマチキンの方が利益を上げていたりもする。今誰もがテレビ CM で知っているローン会社も、元はガチガチのマチキンだった。その頃の方が勢いがあった。今は法律も厳しい上に、コンプライアンス上無茶はできない。実は僕もファイナンシャル事業も手掛けていた。彼らの苦労は痛いほどわかる。己のスタンスを崩すのはいつでもできる。普通一般でないスタンスは必ず攻撃を受けるだろう。それが好機のシグナルだ。お前の希少価値性を作れ。そして飽きさせるな。じらして、待たせて、大いに期待させればいい。セルフブランディングはそこから始まる。